はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハー、新誠チャンネルの誠です。いつもはこんな感じのコックコートを着て仙台市太白区富澤の、アクロスプラザ富澤西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏でチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですね、第4回目、iPhone 11 Pro を使って YouTuber になろう第4回目ということで、編集というふうな、テーマでお話ししていきたいと思います。それではスタート。はい、ですね、iPhone 11 Pro だけでね、今回はね、YouTuber になろうということで、編集をですね、やっていきたいなと思うんですけども、ここまではですね、まず、カメラアプリ、あとは、インカメとアウトカメラの、使い分けというかですね、使い方という感じ でその後で、音声機材、まさに今こちらの方につけているマイクとかですね、そういうふうな、付属の機材、こういったもの必要ですよっていうことをお話しさせていただきました。で、今回4回目は編集ですね。動画の前でね、いろんなことやりたいことやってですね、その後編集しなければいけないっていうふうな形になるわけなんですけれども、もう iPhone 買っちゃったらね、最初から入ってます。はい、最初から入ってるのかな、確か最初から入ってますよね。 iMovie というですね、アプリがあるんですけれども、この辺にね、マーク、こんなマークですと出してみると思いますけども、はい、iMovie ですね。 iMovie を使って、編集すれば、もうすぐにもう YouTube 動画っていうのを、作ることができると。はい、実際私もいろんな、パソコンの編集ソフトを、iPhone の編集ソフトをいろいろ使ってみたんですけれども、あんまり使いこなせてるかって言われると、まだ全然使いこなせてない機能もたくさんあると思うんですけれども、とっつきやすいという意味と、あとはあんまり無駄な機能がないというふうなですね、無駄な機能っておかしいですね、多機能すぎないところがちょうどいいかなっていうふうに思います。はい、でですね、早速どんな感じで編集していっているのかっていうのをですね、こちらの方に今上げてみました。はい、いつもは私、MacBook Pro での、とはいっても MacBook Pro の、iMovie で編集してますので、いつもちょっとやってる感じではないんですけれども、はい、立ち上がるとね、こんな感じでプロジェクトっていうのがありまして、で今基本形って書いてあるプロジェクトですね、こちらの方を表示してますけれども、こちらの方はですね、こんな感じでもともと最初からですね、私がですね作っている画像素材なんかをもうすでに入れ込んで、音楽なんかもすでにこういった形で、最初にですね、もう基本形という形で入れているという状況ですね。いわゆるここの隙間のところにですね、動画ですね、撮影した動画を入れて、であとはそうですね、これからやっていきますけれども、編集していくだけで作れてしまうというふうな感じにしておくとですね、非常に楽なので、はい、こんな感じでいろんな動画がありますが、その中から、一つ動画の方を選んでプラスボタンをポチッと押すんですね。はい、こんな感じで入ってきます。はい、なんか喋ってますね、いろいろ喋ってますけれども、はい、こんな感じの動画になってまして、ずっとこう最初から最後、はい、これが最初ですね。はい、でこれで、はい、はいって私こう言おうとしてますね。はい、これはいって言う前どうなるのかっていうと、私はカメラの向こう側にね、こう手を伸ばしてね、ボタンをこう録画ボタンを押しているという姿をですね、音なっちゃいましたね。はい、私の動画の音なんて問題ないんですけれども、はい、こんな感じで手を伸ばしてね、ボタンをね押している、録画ボタンを押しているという部分が映ってしまうんでですね、はいっていうところから始まるように、こちらの方をですね調整して、は
はいと言ってますね、はい、ここのはいっていうところをですね切り取らなければならないっていうふうなことで、だいたいその辺までにね合わせたりとかですね、あとはあの今、下の方のバーですね動いてますけれども、これですね音声ですね、自分の声あのマイクで撮った音声ですね、ちょっとねこれなぜなのかっていうのはちょっと私もわからないんですけれども、MacBook Pro の iMovie の場合は 400% まで上げるとちょうど音声ちょうどよくなります。で、これは個人個人での設定になると思うんですけれども、 あと声の大きさとかですね、なんかどうもね、こっちの、iPhone 11 Pro の方ですね、はい、iPhone 11 Pro でね、動画編集するとそうするとだいたい200%、300% ぐらいにした方がね音声ちょうどいい感じなんですね、はい。で、そちらの方を、今行って調整を行いましたというところまでですね、はい、調整を行って、音声の方をチェックしてですね、これまず最初にねあのカットしたりね、編集点作ってしまう前に行わないといけないことなので、まず音声の量ですね、まずね音声の大きさですね、まずチェックをしてですね、その後で音声を確認した後、カット作業に入るというふうな感じですね、はい。でこれもね全部ねタッチでできちゃいますので、非常にこちらの方は楽ですし、あとは MacBook Pro がなくてもできるっていうことで、本当にあのちっちゃなサイズでもできますし、こんな感じで、はい、はいっていう前ですね、大体この辺だなっていうところが分かれば、あとはカットしてしまって、あとはカットしたものを消すんですね。この作業を行えばすぐに、動画の始まりの部分からの、はい、でここで、はいといういつもの状況に、ちょっと今ねちょっと調整が間違ってる部分がありますけどね、はい、この辺はね、ちょいちょいという調整をしながらですねやっていく形になります、はい。あとはねもう簡単です。まあ噛んでしまった場合とかで、ね、ちょっとね編集点が必要かなっていう部分に関して、ここは同じく前と後ろをカットしていらない部分を作っていらない部分を消すですし、あとはもうあとはお尻の部分ですね、お尻の部分もですけども、じゃあそれではって言った後に、こうやって伸ばしてね、ここでバチンとこうボタンをバチンというかね、ポチッとボタンを押すわけなんですけれども、そこの部分を、見つけて、そこの部分でまたカットして、動画の最後なのでカットして、その後ろ側はもう消してしまうという作業ですね。今まさにその作業が行われていて、こんな感じで、それではというふうに言った時にパッと最後の画像になると、ね、これからね、サムネの作り方とこの、まあ、同じアプリの方も、次の動画でご説明したいと思いますけれども、こんな感じでね、iMovie っていう風なものを使うことによって、動画の編集が簡単にできるという風な感じになります。もちろんねテロップ入れたりとかっていう風なこともできますので、簡易的にすごくこだわりのあるっていうことではないんですけれども、簡易的なですね動画の編集、まあ簡単にできるっていう風にとっつきやすくできるという風な感じなので、おすすめという風にしております。はい、ということでですね、今回ですね、iPhone 11 Pro を使って YouTuber になろうということで編集編をお届けしてまいりました。少しでもねためになったとかね面白かったってことであれば、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンを押していただければ非常に嬉しいです。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。それでは。